どうも、生物観察の鬼です。今空港にやってきてます。これから石垣島に飛びます。狙いはゴキブリですね。石垣島にはね、かっこいいゴキブリがいるんでね、ゴキちゃんを狙いに1泊2日の弾丸ツアーで石垣島行きます。じゃあ行こうか。ゴキブリが待つ石垣島へ着きました。パイヌ島、あ、やばいぞこれ。危険なものが、危険物が。おもしゃこ見てください。そこ、あれ貝柱の跡っすよ。人間の腕よりも太いような貝柱で、このでっかい殻がみっちりつながってたんですよ。挟まれたら腕なくなりますからね。とんでもないこれ。危ない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 。石垣島は何回来てもいいね。ええとこだでね、石垣島。みんなにこの景色、ちょっとカメラ回して浸りたいんやけども、運転せないかんからさ、両手塞がっとるから、カメラ持ちながら運転して危ないでしょ。だからね、ちょっと、ね、手離せへんから見せてあげられへんだやけどな。ほんと残念やな。え、あ、なんかカメラ映ってんねんけど、俺の視界になんかカメラがあんねんけど。ええ、もう誰や。こんにちは、虫取り日記のゲリちゃんです。ゲリちゃん久しぶりやな。いや、ま、久しぶりです。こんなところで、こんな石垣島のレンタカーの中で会うなんて超奇遇じゃん。いや、僕もたまたまこの車借りてたんでね。ダブルブッキングってやつか。そうなんすよ。どうすか石垣は。いや、空気がうめえ。いいよ。湿気がある。湿気、そうそうそう、湿気がある、うん、乾燥ひどくてさ、喉が痛くてしょうがなかったもん。湿気がうめえもん。いいわ。あーあー、気持ちいい。気温27度とかやね。やば、夏じゃん。夜も予報やとは20度超えとるから。マジっすか。そうあったかいぞ。じゃあライトタップで結構虫来るんじゃないですか。ブンブン丸じゃねえかな。ブンブン丸ですね。ゴキブリ飛んでくるかな。ゴキブリ結構来ますよね、なんかたまに。ゴッキー取りに来たん。何ゴキブリ取りたいですか。ワモンゴキブリ、コワモンゴキブリ取りたいね。あと八重山マダラゴキブリ、一番でかいやつね。プリの一番でかいやつ。プリプリのクソでかいゴキブリ。一回マンホールの中入ってみてよ。ゴキブリめちゃめちゃいそうっすよね。そうや、ワモンゴキブリがいっぱいおるそう。森にゴキブリホイホイ仕掛けたらヤバそうや。じゃあちょっと山行くか。下見に山行きます。ゴキブリ昼間撮るの難しそうだから。そう、だから夜ゴキブリが出そうな場所を昼間探しておくと。下見ですね。そう、でライトトラップやるの良さげな場所もないか下見をしておくと。そういうわけですな。すげえジャングルや。暗いっすね。うっそうとしたジャングルの中を今走ってます。これはクジャクとか出るんじゃないですか。あ、クジャクおるでな。見たことあるわ。食われるでクジャクなんか遭遇したら。あとイノシシ怖いな。野犬と。イノシシ、あ、そうそうそう、野犬とイノシシ危ないよ。野犬いるんだよな。あんなとこに変な獣がいますね。ケダモノが。なんだあれ。あ、ケダモノが隠れた。なんだあれ、トラの仲間かな。トラっぽかったな。石垣トラの子供かもしれんな。危ないぞ石垣トラ。あの中ででっかいトラおるんちゃうか。ちょっと、うん、こんなんかめっちゃどでっかいトラおるんちゃう。あー、子供がおる。あ、石垣トラだろ、天然記念物の。ほらこっち見とるわ。石垣トラっていうね、天然記念物なんですよ。石垣島にだけ生息しているトラの仲間ですね。天然記念物なので、もちろん採集は禁止ですよ。ほら、こっち見てます。あら、多分まだ子供ですね。私が今日宿泊するホテルの前ですよ。ホテルの前にあんなんがいるんですよ。危ねえな石垣島、怖えな。さらに小さな獣がいますね。トラだろ、あの模様は。石垣トラの子供ですね、あれは。石垣トラ、あ、もう一匹車の下に隠れてます。石垣トラの子供が。ってことはあれ、どっかに親トラがおるぞ。あれ、親トラがこっち見てますよ、どっかで、ね、気をつけましょうね皆さん。絶対ああいうの親がどっかで見てるんで、監視してるんで、いたずらでね、ちょっかい出すとひどい目に遭いますからね。トラが日向ぼっこしてますな。紫外線浴びてビタミン D 合成せないかもんな。今日の宿はここです。去年の秋に台風で閉じ込められたところですね。あの時は停電して大変でしたけれども、今日は天気がいいんで停電とかないでしょう。魚類がいますね。さざ波やっこですね、あれは。これさざ波やっこって言うんだ。綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。うわホテルなんだけどね。あ、クマの実もおるよ。チェックインしないと。そうや、チェックインしよう。ホテルにチェックインしました。うわ、夕日が眩しい。だいぶ日が暮れてきましたね。夕食食べて夜の山に繰り出しましょうか。うーしょー。
どんなゴキブリが取れるかな。もううじゃうじゃおるんちゃう。今山行ったら多分やばいよ、もうゴキブリだらけ、うん、野犬とイノシシとトラ、マジこの辺危ないか。あとクジャクね、この辺危険生物なんでね、皆さんも石垣島来たら気をつけてください。街路樹を覗いとるな、なんか探しとるな、採集者だろ。虫ゴキブリ探してんねん、多分ゴキブリだよ絶対。あら同業者だな絶対、俺にはわかるぜ。石垣島でなんか虫探すって言ったらゴキブリぐらいしかないもんな。そう、あの人、いや木の幹照らしたらもうゴキブリ探してるに決まっとるわ。街路樹照らしとったら石垣のイノシシでかいんですよ。そう、お化けみたいなのがおるでね。そう、なんでもでかいんでね、石垣島は。やばい、おっこと主みたいなおっきいのがおるから石垣島は怖い。おっこと主クラスの巨大イノシシがいるんでね、本当に気をつけないと。まあでも喋れるんでね、話せばわかるかもしれないですけどね。話したら分かってくれるかもね。やっぱそういうスリルを味わいながら採集するのがたまらんのよ。たまらんのよな。いやもうウキウキ丸じゃん、さっきから。ウキウキ丸、ずっとウキウキしておる。そう、ずっとカッチリ取ったるぜ。山の中にやってきました。真っ暗ですね、もう明かりがないと真っ暗で何も見えません。ライトトラップを設営しました。今このライトから紫外線がブワンブワン出てますから、その紫外線に寄せられて大量の虫が集まってくるはずです。やばいよゲリちゃん、なんか獣出てきそう。怖いよ、怖いよ、怖いよ、やけん、怖いよ、やー、やけん、怖い、怖い、危ない、怖い、わっ、あー、うーわー、これで出てこんのちゃう、威嚇、ね、そう、牽制牽制。特攻に七不死のバブがおりますな。七不死がおる。あー、ただの枝にしか見えない。あ、死んだふりしとる。死んだふりすると余計に枝感が強まるだマジ、本当にポイッチ、あ、なんか転がしてたら足もすげえ、質感も枝にちょっと似とる。枝じゃん、なんかペンみたい、ほら結構硬いですよほらこっちが頭ですよ、こっちが頭で、こっちがおけつだって。この辺にさ、転がしといたらもう完全枝じゃん、枝じゃん、こんなん分からへんって。一瞬目離したら分かんなくなる。ここにヤスデが落ちてます。なんだこのヤスデちゃんは、ちょっと種類分かりませんけど、助けたら助けたら、あ、死んどるやん、死んどった救えなかった、なんて俺は無力なんだやばー、めっちゃでかいコオロギおった。ほら足の筋肉がほらブリブリですよ、ブリブリ。足の筋肉やばいぞこれ。汁つけられた、最悪、逃がしたるわ。締めくったらサソリモドキがいました。台湾サソリモドキですね。これはビネガロンと言われてるやつですね。オスの匂い出すんですよ。よし、捕まえてオスの匂い出してみよっか。あれおかしいな、オスの匂いがせんぞ。ちょっと出がらしかな、出がらし、出がらしか、ちょっとちっちゃいからな。普通オスの匂い出すんですよこれ。撃ったんか、あー危ないっすよ。あ、これちっちゃいな、赤ちゃんだな。赤ちゃんか、あれ子供あんま出さんのかな、おとなしいぞこいつ。出さないんだ、出さんぞこれ、ちっちゃ赤ちゃんですね。何ゴキブリだこれ、黒い、黒ゴキっぽい。うわっ、すごい逃げた、早い早い。じゃあバナ仕掛けていきましょうか。バナって言っても簡単なものですけどね、バナナをちょっと潰してそれでお酒かけて発酵させるだけです。でグリッと、ほらグリッと潰しておくんですね、こうやってして。で潰したバナナをポンと置きますわな。ここはビールにしようかな、ビールと梅酒買ってきたんですけども、やっぱ沖縄って言ったらね、オリオンビールでしょ。うわー、やばいやばい、めっちゃ泡出てきた。よし、かけろかけろ、危ない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 。ほらこれでもう発酵するぞ。山で飲んだら帰れなくなっちゃうんでね、飲酒運転になっちゃうので、全部罠に使います。このくぼ地にしましょう。美味しくなるんだよ。この辺にも行っときましょうか。うわっ、ちょろ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 、くっ、ちょろ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 。今度は梅酒です。うわー、あ、いい匂い。うわー、うわー、楽しみやな、何が来るか。いや、ゴキブリ以外にもなんかいろいろ、そうっすよね。イノシシが持ってく可能性あるけど、あー、それが怖いっすよね。高校と輝いてる、お、なんか来てる、黄色一人もどきだ、白筋一人もどきだ。なんか可愛いゴキブリおったな、なにこれ。触覚めっちゃ短くないですか、ほんとや、早い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 、ゲリゴキブリと命名してありがとうございます全然名誉じゃない、その名前の、うわわわ嫌 やって、ゲリゴキブリだって嫌 やってさ、やだやだやだって逃げてる。うわー、青みおかたにしがホタルの幼虫に捕食されてます。光るんじゃないですか、多分幼虫だけど。捕食中は光んないかな、光ってないね、光ってないですね、光ってないね。青みおかたにしも食べるねんな、こいつ。すげー、貝類だったら何でも食うんすか ねアマビコヤスデがいますね。黒と黄色のかっこいいヤスデです。ほら
きいね、アマビコヤスで。ほら、こんなヤバそうな色してますけども、特に害はありません。またいましたね、アマビコヤスで。色が、これ警戒色なんすかね。食べたらまずいんかもね。まずいでしょうね。ヤスデって結構臭いですもんね。そう、生産ガス出すからね。まあ、あー、生産ガスなんだ。毒あるっちゃあるから。あー、食べやん方がいいやろうな。あー、怖かった今。ちょっと石ひっくり返したら。な、何がおったの。めちゃくちゃ怖いですよ。ここの下に隠れてると思うんですけど、うん、開けますよ、うん、めちゃくちゃでかい。ほらでかい15センチぐらいある。いや、もっとあるかもしれない。虚無化で。うわーでかい。巨大無化。いやいやいや、前を逆サイをピンセットで、よし捕まえた。ほら、あーやばい。でかいでかい。ほらピンセット噛んどる。やばい、えぐいってこれ。でかすげーでけー。巨大。あーやべ。うわ、ブリブリやわ。噛まれたら痛いじゃすまんかもな。危ない。早い、動きが早いぞこいつ。手で持ってみました。ちょっとヒヤヒヤですね。ピンセットで拘束しながらすでに持ち替えましたけども、もうね、手を緩めたら噛まれそうな気がするんで怖くて緩められません。皆さんはこれ絶対真似しないでくださいね。多分噛まれたらめちゃくちゃ痛いと思うんで、とんでもないよこれ。押さえて、うわよし、じゃあ離すぞ。マジで危ない。ちょっと待って、蚊帳の下に潜り込む。あー、やばい。えぐ。出てきた。もう頼むから山に帰って、ごめん、俺が悪かったから。おとなしくなっちゃった。疲れたのかな。歩き疲れたんかな。ちょっとツンツンってやって山に追い返しますか、うん、ここにいたら引かれちゃうんだね。でもツンツンしたら噛まれそう。あー、危ない。うわー、早い。もう山行って、ほんとごめんって。俺が悪かったからもうちょっとトラップの方こんといて、マジで、うん、もうあっちやって、ほらもうちょっと、あちゃ、もうなんでこっち来たがるの。俺のこと好きな、お前。もうやめて、ほんとあっち行って、ほんと勘弁して、マジで俺が悪かったからさ、もうほんと許して、もうごめんって。元の住処まで誘導してあるわ、こいつを。ほら、あっち行って。よし、捕まえた。お、よし、もうじれったいから持っとった場所までピンセットつまんで持ってこう。この辺やったな、ここやったな、この子ったの。よしよし、もうごめんって、俺が悪かったから。はい、バイバイ。はい、バイバイ。はーい、じゃあね。あー、怖かった。このトラップになんとカエルが来てます。なんだあのカエルは。ちょっと種類がわからんな。でも多分触らん方がいいな。離島のカエルって怖いんでね、皆さん。離島のカエルって種の保存法で保護されてたりとか、あとは天然記念物に指定されてたりとかするんでね、結構怖いんですよ。ですから、なんか捕まえてしまうとね、それで違法ってことになって、こうやって動画にしてね、あげると捕まっちゃう可能性あるんですよね。ですから私、離島で知らないカエルにはもう触らないことにしてます。触らぬカエルにたたりなしっていう言葉があるんですよ。法律っていうのは知らなかったじゃ済まされないんでね、知らないカエルっていうのはもう触らないようにしてるんです。ほんと怖いんでね、知らないカエルって。キョカマドウマがおる。キョカマブリッブリのどでっかいの。触覚長っ。あぶない、あぶない。うわ、すごいジャンプ力だ。危ない、危ない。こわ、うわ、すごいすごいジャンプ力やろこいつ。よしでかっ。捕まえたぞカマドウマ。ブリブリ成長かな。ほらブリブリ成虫じゃね、これ。うわ、でかっ。ブリブリ。皆さん、これ足分かりますか。太ももが非常に膨らんでますよね。パンパンになってますよね。これ筋肉なんですよ、飛ぶためのね、ジャンプするためよ。ですからさっきすごい勢いでジャンプできたんですよ。ブリブリ。ガがおりますな。ガが来とるよ。いいっすね。これ手前のやつ、なんかちょっと微妙に後ろバネに青い筋が入っとる、うん、これはサビモンルリオビクチバですね。うわー、いいこれ結構珍しい系の。そうな。で、こっちにいるやつがキヨビアシブトクチバみたいなやつですね。なんか他の虫あんま来なかったから心配だったんですけどね。そうやな、ちゃんと来てくれた。ガはやっぱ来るな。何これ。キノコかと思ったけど、これよく見たら植物だね。あ、カエルがいた。危ない危ない。ほら、ここ葉っぱあるじゃないですか、葉っぱ。うん、これ植物だね、明らか。不正植物かな。緑色じゃない、光合成しないってこと。そう、光合成しないでなんで生きられるかっていうと、他の植物に寄生してるからですね。菌類とか他の植物とか、うん、あるいはなんか落ち葉とか分解して栄養しとるか。花なんすかね、これ。何これ、なんかやばい、マイクみたいな、なんか結構硬いね。硬い、茎もしっかりしとるわ。へえー、茎太いもん、めっちゃ。何
こいつらの栄養源は何？寄生性の植物っぽいですね、これは。寄生植物っぽいの、奥にもあるし、手前にもちょっとニュッと出とるわ、ここに。いっぱい生えてる。よく見たら、ちょくちょく出とるな。根元をこう掘ってみたら、なんか地下茎のようなものがありますね。うわー、ほんとだ。何に繋がってるんだろう、これ。どこに繋がっとんやろ。あ、でもすごいね、相当根深いね、これは。ちょっと地下茎埋めといてあげよう。イグチの仲間かね。イグチっぽいですね、これ食えそうですね。食えそうだな、ちょっと怖いな。ちょっと怖いけども、これ結構綺麗だしな。キノコ、ノコ、ノコ、元気ノコ、エリンギ、マイタケ、ブナシメジ。じゃあ、エリンギ、マイタケ、ブナシメジと歌おうとしよう。エリンギ、マイタケ、ブナシメジ、イグチと命名します。命名します、勝手に命名。エリンギ、マイタケ、ブナシメジ、イグチと命名します。皆さん、新種のゴキブリ発見しました。ほら、白いの、白ゴキブリ。うわー、めっちゃ真っ白な綺麗なゴキブリ。初めて見た、こんなの。新種かな、白ゴキブリと命名しようかな。うわー、綺麗、世界一綺麗なゴキブリじゃないかな。ほら、すいません皆さん、これは多分新種じゃないです。これはね、脱皮したてで白いだけです。わかりますか、あそこ、あそこにね、抜け殻があるんですよ。脱皮したばっかりなんですね、この子は。脱皮したばっかりで、まだ色素が沈着してないんで、白いだけです。ホタルがいますね。さっき光ってましたもん ね。これだな。11月なのにいるんすね。うん、去年西表島行った時もおったよ、うん。いや、でかいっすね、これ。幼虫があんなにでかいっすもん ね。幼虫ブリブリやから。ブリブリだから、これね、でっかい貝とか食ってバカでかく成長して、それがね、こんなちっちゃい成虫になっちゃうんですよ。もっとでかいですよね、幼虫は。幼虫はブリブリやけども。こんぐらいあって。やっぱ変態するからさ、変態で結構エネルギー使うからね、その分ちっちゃくなっちゃうんですよね。縮んじゃうんだよね。そう。ね、お尻の黄色くなってる部分。ここでね、発光するんですよね。ホタルが光るのはね、足には毒あるぞっていう警告の意味もあるんですね、実は。ホタルの幼虫が光る種類が多いんですよ。成虫になると光らなくなるのが多いんですけども、幼虫光るやつが多くて、そいつらが光ってるのは別に異性を探すためじゃなくて、これは毒を持っとるぞというね、威嚇なんですね。ほら、光っとる。死んだふりしましたね。わかる、あれ。よく気づいたな。でっかい雲がね、なんかこっち見てるんですよ。ホタルを狙っとったのかもな。じゃあホタルあげるか。ブリブリ。ホタルこれ毒だからね。そんなもん食えんやろ。小足高すか、これ。小足高じゃないかな、この子。危ない。でもなんか足がちょっと足りなくなってる。ほんとや。なんかに襲われたんすかね、うん。青っぽいムカデ発見しました。なんだこれ、青ズ？めっちゃ綺麗これ、うん。光の加減でめっちゃ青くなる、ね。まだちっちゃいんでね、手袋は貫通してきませんね、こうやって持っても。当ててみましょう、紫外線を。紫外線当てたらどうなるかな。暗くするか、じゃあ。ピカーン。おお、あ、なんかちょっとじわぼんやり光るんやな。あ、蛍光出してるじゃないですか。ほら、蛍光出しとるだ。なんかサソリとはちょっと違う光り方をするけど、明らか不自然な光り方やな。あ、光るんや、すごい光るよ、この子。これなんやろ、青ズかな、普通の青ズなんかな。でも体全体が青ズだっけ。秋島キノボリトカゲの赤ちゃんがいますね。細い枝に捕まって休んでおりますな。あ、ちょっと起こしちゃったかな。あ、ごめんね、目開いちゃった。起こしちゃった、ごめんね、眩しかったかな、ごめんね。あ、こっちもいますね、ちっちゃい赤ちゃんが。赤ちゃん、秋島キノボリトカゲの赤ちゃん。あー、眩しくて嫌なのか、嫌やしとる、ね。アマビコヤスで結構います。これ越冬なんですかね、多分。そうやな、だって外に出て活動してるやつは少ないもんね、あんまりおらんだから。全然見ない。見つけるときって石めくったときやから、多分もう冬眠モードだな、これ。ごめんね、ごめんね。おやすみ。超ちっちゃいカエルがいます。なんだろうこれ、ヒメアマガエルかな。どれですか、どれ。あそこ、あ、ちっちゃい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 。かわいい、かわいい、茶色い、かわいい、ポテポテでっちゅね。ハシリグモの仲間っぽいですね。なんか寸胴ですよね、うん。おー、ちっちゃい、ちっちゃい、はい。お、でっかいサソリモドキがいました、ブリブリなのが。ふい、よっしゃ、捕まえた、ブリブリ。冬眠モードなのかね、臭い匂い出しませんね、今は。あ、ハシリグモの仲間がおりますな。おー、ブリブリなんが。ツンツン。あー、危ない。またいました、アマビコヤスで、ばっかり。わ、すごいちっちゃいサソリモドキの赤ちゃん。石めくったら、公害ビルがいました。なんだろうな、これ、ミスジ公害ビルかな。なんかちっちゃいですね。まだちっちゃい赤ちゃんですね。戻しといたろ。ライトトラップはあんまり来ませんね。白筋一人もどきが来てますけども、あんまりめぼしいものは来てませんね。来てないですね。あー、わかんな、今日は月で撮るもんな。月の紫外線に負けとるわ。ライトトラップにちっちゃいゲンゴロウが飛んできてました。灰色ゲンゴロウの仲間かな。八重山灰色ゲンゴロウでしょうか。おそらくは山の中の小さな水たまりに生息していて、それが明かりに飛んできたんでしょう。
怖いよ、夜の山は。怖いよ。イノシシとか野犬とかおるからね。野犬はマジで怖いな。襲ってくるからな、うん、奴らは。そう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 。なんかいないかな。なんかおらんか、蛇とかおらへんかな。そうそう、イノシシとかいいかな。うん。蛇とか。蛇がニョローンっておったんやけどな。さっきの何？違う？ゴミやった？ちょっと、わかんなかったですけど、蛇っぽい形はしてたんですけどね。やばい、これハブやよ、ハブ。捕まえよ、ハブ。さっきのハブの赤ちゃんじゃん、これ。ちょっと、危ない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 。どうだ、危ない。うわぁ、完全に噛もうとしてる、完全に。おぉ、よっしゃ、痛い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 。やったー、捕獲。ヘビ捕獲しました。ヘビいないかなとか言ってたら枝やと思ったら、そうそう、サキシマハブの赤ちゃんやった。これ赤ちゃんでもね、噛まれたら危ないですからね。赤ちゃん危ないですからね。なんとか捕まえられんかな。赤ちゃんごめんね。いけるかな。ほっ、うわ、襲ってくる、襲ってくる、危ない。網越しやとなかなかやりにくいな。あーっと、え、噛まれました。ちょっと噛まれた。やば、一瞬やか、大丈夫じゃね。え、大丈夫ですか。危な、大丈夫じゃね。危な、生えてきたら明日病院行こう。あ、危ね、危ね。怖っ。パチン刺されたぐらいの痛みあるな。まだ赤ちゃんでよかったよ。危な、危ないわ、さっき。マジで危ない、怖いわ。うん、今この網をなんか押しのけて噛んできましたよね。危ね、やだな、ちょっと怖いな、これは。網の外へ出してやるか。かわいそうで、ちゅうで。あー、危ない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 。うわ、この顔やばい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 。うわ、よう持てるな。ほら、危ない危ない。うわ、危ない。取れた取れたけど怖いわ。怖い。うわ、これは危ないぞ。これちょっと危ない。うわ、なんか毒飛ばしてきそうで怖いわ。危ない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 。あ、なんか飛んできた今。マジで大丈夫。ごめんごめん。大丈夫。どんぐらいですか。30センチ40センチぐらいですかね。40ぐらいじゃ、40はあるな。40ちょいぐらいだな。オレンジがかった綺麗な答えですね。うわ、凶暴な顔。ほら、危ない危ない危ない。ほら、かわいいね。でも可愛くない？可愛いっすね。うん、ムチムチ。別に全然襲ってこなかったら全然可愛いっすけどね。これはでもちょっとな、なんかもう見た目でやばいよな。顔がこの三角な感じでちょっと怖いっすよね。ガムシみたいな。いいですね。よしよしよし、じゃあちょっと逃がしてやるか、これ。あー、ごめんごめんごめん。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。大丈夫、いや大丈夫です。カメラ、はいはいはい、大丈夫ですよ。大丈夫、よし、もう逃がしてあげよう、このまま。はい、ごめんね。バイバイ。危ない。カエルがいた。カエルが、あー怖い。もう嫌や、軽く噛まれたからね。危な、あれ本当に危なかったですね。子供でさ、毒の量が少なくて軽かったからいいけど、まああれ大人でもさ、まあ、うん、死ぬほどではないらしいけどな。でも結構腫れるみたいですよ、うん、あれ噛まれましたよね、確実に。ちょっと軽く噛まれて。まだ痛いですか。なんやろ、蜂に刺された時よりもマシぐらい。ちょっとジンジンする感じ。危ないっすよ、危ないな、ちょっと今の危なかった。やっぱあれだ、蛇掴み欲しい。もう嫌よ、さっき。ちょっと危ないっすね。怖いよ、やっぱり。やっていうかさ、頭押さえる時牙がはみ出とったやん。あ、はいはい、あれでさ、牙刺さるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしたよ、俺は。痛みがなくなってきた。死んできたんちゃう。お前はもう死んでいる。ガッツリガブってやられたらもう病院行きやわ。確実に病院っすね。危なかった。危ねー。やっぱ離島楽しいね。いや、めちゃくちゃ楽しい。本当に楽しい。結局結果的に笑い話で済んだから、ね、そうそう、面白いじゃん。そのハムへちょっと噛まれましたっていう、うん、よっしゃ捕まえた。よっしゃ、あ、逃げる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 。パシッ。よっしゃ、捕まえた。捕まえた。こいつはめっちゃ臭いぞ。こいつは洗ってない犬の匂いがするからな。あ、臭い、もう臭い。臭いっしょ、こいつ。あー、ヘビいた。ほら、ヘビおった。サキシママダラいました。サキシママダラにしては、うわー、ほら、噛もうとしてる。あー、噛もうとしてる、噛もうとしてる、噛もうとしてる。危ない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 。ほらほらほら、うわー、噛もうとしてる、噛もうとしてる。うつぼみたい。うっしゃー、危ない危ない危ない。あ、危ない危ない。これは毒ないから大丈夫よ、噛まれても。あ、いい感触。ペタペタする。ヒヤヒヤしとるし。あ、でもちょっと臭いわ、やっぱ。やろう、ベスベ。あー、あー、ほら、臭い汁だ。この汁が臭いね。そろそろ逃がしてあげるかな。じゃあ逃がそっか。よし、もう臭いから逃がしてあげよう。はい、はい、ごめんごめんごめん、悪かった悪かった。はい、バイバイ。はい、じゃあね。なんか道路に獣がいますよ。目光ってるんで何かと思ったらね、獣でした。あれ、虎じゃねえの、あれ。虎やろ、あれ。石垣虎。耳長いね。ウサギかな。ウサギじゃ、でもウサギにしてはなんか顔つきがおかしいぞ。
耳長石垣トラじゃねあれ。新種？新種の耳長石垣トラじゃないかなあれは。うわーなんかちょっと困惑してる。困惑しとるな耳長石垣トラ。うん、あ逃げた逃げた逃げた。あーよかったよかった。こっちでかーブリブリのヒキガエルおる。佇んどる。この子だいぶでかいね。貫禄がすごい。パンパンやで毒性やばいよ。パンパン毒あるんでね。猛毒持ってるんで皆さん気をつけてくださいね。ふっふっほらうわブリブリほらこの毒性見てパンパンやでこれやばパンパン。うわこの毒性をね刺激するとピュッピュするんですよ。いきますよ。あれうわあれ出てこんな。あんまり出てこない。出が悪いのか今。うーん。ほら。うわ。うわ。毒性マスター。あ、出てほら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 。白いのが出た。意外と毒の出が悪いな。出がらしかお前。出がらしかな。出がらし。え、でもすごいよこいつ。めっちゃブリブリ。うわ、でかでか。重そうこれ。ほら、もうブリブリ。うわ、ブリブリですよ。ほら。わわわわわわわ。パンパンやでこれ。パンパン。ブリブリのパンパン。うわ。すごいな。爆発寸前やわ。ブリブリです。あー、おしっこした。しょんべん垂れた。ごめんね、びっくりさせちゃった。なんかいろんな汁出すな。逃げてた。マジででかいんだけど。うわ、重そう体。いました、八重山サソリ。うわ、めっちゃビッカビカに光ってる。ビッカビカ。紫外線当てると光るんですよ。またいました。かわいいかわいい。うわー。ビカビカ。ここ結構おるんよ。またいました。これは毒があるんですけどね。まあ毒針がちっちゃすぎてまともに刺さりませんね。毒も弱くて量も少ないんでほとんど効きません。刺されてましたもんね。刺されても全然平気やよ。ちょっとチクっていうぐらいで。そうそう。ちょっと痒いぐらい。うん、ビカビカ。本来の色は茶色なんですよね。そう。だけど紫外線を当てると。うわ。すげえ光る。青白く光るのよ。紫外線の光を吸収して。蛍光発するのね。またいました。ブリブリのサソリ。うわー。八重山サソリ。まばゆいわ。ヤモリがいました。ヤモリはね、ほら、黒いんですよね。紫外線当てると。ちょっと目の先が、瞳が光って、舌もちょっと青白いね。こうしてみると全然場所わかんないな。どこにいるかわかんない。ここ。うん、ここ。かわいい。ここ。よし、キュッて泣いた。泣いた。泣いた。かわいい。ヤモちゃん。ヤモちゃん。ヤモちゃん目だけ光ってましたね、紫外線当てると。かわいいでちゅね、ヤモちゃん。かわいいでちゅね。ごめんね、眩しいかな。眩しいかな、ごめんね、はい、ここサソリがいっぱいいるからね、ここ。そうそう、サソリ食っとるかもしれんな。あー、確かに。普通に食べられそうやもんだ、なんか。あー、毒弱いしな。うわうわめっちゃゴキブリ多いやけど、ここ。ちっちゃいゴキブリがいっぱいいる。ほら、ミニゴキがいっぱいおる。ほらほらほら。ほら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 。いっぱいおるよ、ゴキブリ、ちっちゃいの。うわうわゴキブリだらけ。こういう側溝に溜まってる枯れ葉とかどけるといいわ。うわいっぱいおる。あ、ワモンの子供がおったな。あ、待って待って、逃げる逃げる逃げる。よし、捕まえた、確保じゃ。全チンカーで入れとこ。他にもらんかな、ワモンちゃん。めちゃくちゃ細かいちっちゃいゴキブリがいっぱいいんな。やばいな。うわ、あ、ヤドカリがおる。ほら。マジっすか。あ、ほんとだ。岡谷カリかな。岡谷ドカリの仲間全部天然記念物やから、触ったらあかんのやろ。あ、カニ岡谷におった、ほら。でか。でか、巨ガニ。怖っ。挟まれたら。挟まれたらやばいよ、これ。血出るよ、絶対。うわ、どっから出てきたの、これ。またいました、ワモンの子。ここいっぱいいますね、ゴキブリ。いっぱいおるね。よっしゃー。よっしゃ。いっぱいおるわ。何匹か持って帰って育てよう。ブリブリのどでっかいのにしてあるわ、餌与えまくって。なんやろな、これ腐食しと食べとんやろうな、多分。この千葉とか分解しとんやろ。あ、ほら、いっぱいおる、ここ。うわぁ。えぐいって、もう大量のゴキブリがおるんやけど。で、よし、よし、過去。よし。やだ、大量におるゴキブリ。あ、でかっ、おった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 よし、確保。これは成虫だな。成虫だ。やったー、ワモンゴキブリで、こんな喜ぶってのも。あ、どっか行った。待って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 。よし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 捕まえたやったーやったーシャックゴキブリめっちゃ早かったですねこれやったーやったーよしよし入った入ったよっしゃーうわーほらいっぱいおるうわーゴキブリいっぱいいるゴキブリだらけほんとここすごいなすごいどんだけでもおるんちゃうゴキブリ無限におるでゴキブリがうわほらほらほら、いっぱい、ほら、いっぱい、いっぱい、出てきて、避難してきとる。俺に住みかを荒らされて。うぅぅ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 ぅゴキブリが大量湧いとる。すごっ。ほら、ほら、ここすごい。ほら、やばい。やばい。ほら、ちょっと土掘ったらさ、いっぱい出てくる。
あ、カニ。あ、カニ。カニさんや。埋まってる、埋まってる。うら。うわ。うわ。すげえ。楽しい。わ、めっちゃカサカサ。カサカサ音聞こえる。ほんとだ。ASMR じゃないですか。そうやな、これ ASMR や。めっちゃ癒されるっしょ、みんな。ほら、じっくり聞いて。どうですか、皆さん。この ASMR、コキちゃんたちがね、カサカサ動いてますよ。めちゃくちゃ癒されませんか？これ、超癒されますよね。素晴らしいですよね。これ癒された人はぜひグッドボタンを押しといてください。よろしくお願いします。すごいブリブリの巨大ミミズ。これどんぐらい、これ30センチ以上。尺超えてる。これ尺だ。尺超えてる。しかもなんか青いよこのミミズ。あ、なんか結構テカってますね。ブリブリ、ほら、うわー、うわー、シーボルトミミズみたいだ。うわー、ブリブリテラテラ。あ、危ない危ない。あ、なんかちぎれとるな。襲われたが。そうなんだ。あー、なるほど。だからもっと、40センチ超えとったんじゃない、ほんとは。ちぎれる場合は。でっかー。うわー、ちょっとこんなとこって干からびるか、ちょっと助けたるか。よし、助けた、助けた。わしが助けたるわ、ほら。うぃ、うらすごい、綺麗、この子。光沢すご。すご。やばい、めっちゃ綺麗や、このミミズ。ちょっと上に逃がしてあげようか。上の湿度が高い森の中へ。さあ。はい。あ、お前も、潜れ。潜れ、はい、もう、ほら、ほら、よしよしよし、助けてあげました。救ってあげましたね。優しいですね、おちゃんさん。また救っちゃいました。仏だ。痛いけなミミズを救ってあげました。迷えるミミズを。でかいでかいでかい、これやった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 。でかい、超でかい。なにこのゴキブリ。でっかでっか、やばこれ、これメーターオーバーやって、これやばい、でかいでかい。メーター超えとる、これ走ったらやばいっすよ、これ。逃げられ、あー、やばい、行くよ、行くよ。あ、危ない危ない。よし、よし、捕まえた。よっしゃよっしゃ、やった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 でかい。日本で一番でかいやつ。これはでかい。これはね、皆さん、日本で最大のゴキブリですよ。日本最大種の八重山マダラゴキブリです。やったー。ブリッブリの。ブリッブリ。ブリッブリ、ほら。ブリブリでしょ、これ。ブリッブリ。ブリブリマダラゴキブリ。ほら、見てください、このお腹。ブリッブリでしょ、ほら。ブリッブリ。すげえ、足のトゲすごい。そう、これ痛いの、チクチクして。あー。やばい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 。いくいくいく。力強いな、これ。あぶない！よっしゃー！よっしゃー！確保や！やったー！よっしゃ、取ったー！ブリブリ。やったー、取れたー！よっしゃー！いましたね、やったー。やったー！八重山マダラゴキブリ。俺が取りたくて来たんですよ。うわー、でかっ！でっかい。ブリブリ、ほら。かっこいい。裏側やべえな、裏側、マジでゴキブリだわ。ブリブリですよ。ゴキブリなんだけど。うわ、でかっ。この化けゴキを取りにわざわざ石垣島まで弾丸ツアーでやってきたわけ。これで目的達したぞ、ゲリちゃん。やった、俺らは勝利だ。勝利だ。よっしゃー、よっしゃー。マンモスレピーなんやこの子も。鬼雲かな。ブリブリ美味しいのかな。七節がおりますだ。何七節だ、これ。あ、枝かな。枝七節かな。枝っぽいですね。触覚長そう。あ、触覚長いから。ああ、ほんとや。枝っぽいですね。枝っぽいで。ほんとに枝っぽい見た目しとるな。枝ですね。でもこれ木にいたらわかんないけど、こんなところにいたら、バレバレやな。さあ、キシマハブがいました。トグロ巻いてますね。ちょっと警戒しとんのかな、こっちを。いい模様しとるな。さっきの赤かったですけどね。うん、ちょっと模様が違うな。さっきの子よりも、大きいね。二回りぐらい大きいわ。これは危ないぞ。ちょっと怖いから手出さんとこ。さっき痛い目見ましたから。そう、危ないからね、サキシマハブは。うん、あの中へね、鋭い毒牙が隠されているんですね。わあ、逃げる逃げる逃げる。ああ、隙を見て。隙を見て逃走してしまいました。そう、こっちからね、手を出さなかったら何もしてきませんから。手出したり刺激を与えると噛まれるんでね。そうじゃなかったら、ああやって逃げていくんですね。こういうとこって、ね、結構ヘビいるんですよね、こういう物陰になってるところ。潜んでたんですね、やっぱり。危ないよ、ヘビちゃんは。なんだこれ。なんか飛んどる。あ、ホタルじゃん。ブリブリですね。ホタルにしてはだいぶでかいんですよ。今度はオオヒキガエルがいましたね。あ、すごい、この子も大きいな。うわ、ブリブリやん。しかも毒性パンパン。危ない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 。勝った。うわ、ほら、でっか。重たい、こいつ。クソ重いんやけど。重たい、超重たい。ほら、太ってんな。ブリブリ、ほら、皆さん分かります、これ。うわ、ブリブリですよ。コブがすごい。これをね、こうギュッてやると毒液がピュッて、あれピュッて、おー、ほら、やばい、飛んだ。
ほらほらほら、やばいやばい、すげえと、こいつは勢いよく出るな。こっちもピッピしてみようか。ほら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 、すげえ、パチパチパチって、ほら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 、うわー、ぶや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 、ブリブリ、ほら、かわいいよ、でも大きいけど、かわいいよ、ブリブリ、ほらほら、まだ出る、まだ出る、めっちゃ出るな、ほらほらほら、やばば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 、すげえ、ほら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 、危ない危ない、出る穴がいっぱいあるんだな。よし、じゃあしたるか、このパンパンの穴が、すごいよ、パン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 、ほらほら、すごい、ボテボテ、ツン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 、あー、ふにふに、うわー、かわいいちね、かわいいちね、危ない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 、あれ逃げんのかも、あ、逃げた逃げた逃げた、体が重たくてなかなか逃げるのも大変そうやな。300g あるかな、マジで。あー、500とかあったりして、500、600ありそう、やばー、マジで。この子ダンベルだよ、ダンベル、ダンベル、ダンベルぐらいある、すんげ、ダンベルかな、あー、待って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 、あー、意外と早い、意外と早い、ダンベルぐらいあるよ、ほら、うわうー、重たい重たい、うわー、あー、ああ、重たい重たい、めっちゃ重たい、ほら、おりゃー、ごめんごめん、逃がしてあげよう、はい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 、バイバイ、ごめんね、ごめんね、なんかすごい不機嫌そうな顔してる、グデーって、ほんとだ、めっちゃ不機嫌そうごめんって、ごめんって、ごめん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 、グロッキーになってる、うっぜーって思ったやろな、またおった、八重山マダラ、八重山マダラゴキブリ、ほら、これシャクシャクシャクです、メーターメーター、でっかメーターある、いくぞ、これこれ、おっしゃ、捕まえた捕まえた、よっしゃ、ブリブリ当たりましたよ、八重山マダラゴキブリ、ブリブリの巨ゴキメーターオーバーですよ、皆さん、これほら、うわぁ、あぶだめあぶだ、厚みがある、もうなんか重厚やな、ブリ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 、いましたね、いましたね、結構いるもんですね、おるな、ちゃんと探したら、狙い通り、なんだこのコオロギは、模様が綺麗、なんかすごいな、足の筋肉ムッキムキやぞこいつも、ムッキムキだな、ムッキムキ、鍛え上げられた、うん、太ももブリッブリやな、今度は緑の七節、またおったね、なんだこの七節は、なんかアスパラガスみたい、ここほら、美味しそうだな、美味しいんかな、うん、でもなんかさ、揚げてチョコつけたらポッキーみたいな味しそう、あー確かに、まあほとんどチョコの味だな、ちっちゃいカエルいる、ちっちゃいカエル、あー本当だ、なんだこれ、ちっちゃ、ヒメアマガエルかな、なんかキンカメムシがおりますな、なんだこれ、七星キンカメかな、おー七つ星があるかな、そう、七星キンカメムシっぽいだ、綺麗やな、これめっちゃ綺麗、紫外線当てたらどうなるんやろ、あーちょっと当ててみますか、そう、ちょっと紫外線当ててみよう、暗くして、特に光ったりはせんだ、紫外線では、あ、でも目は光ってるかな、うん、目は光るね、多くの虫は目が光るんだな、そう、また七節いました、あー、2匹いる、こことこの上、あったよ、引きかよ、山移動してきたら鎮座してますね、この子は可愛らしいな、まだいっぱいゴキブリおるからこの辺、多分ゴキブリ食いまくっとるやろ、こいつも、おー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 い、おーい、堂々としとるわ、なんでこいつらこんな堂々としとんの、天敵いないんすかね、可愛いな、じゃあね、またおったよ、八重山マダラゴキブリ、でかい、メーターオーバー、うわぁ、あ、痛い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 、チクチクする、チクチクする、痛い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 、足が、足のトゲが食い込んで痛い、よっしゃ、ブリブリ、よしよしよし、ブリ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 、うおー、ほら、やった、見てくれこれ、ブリブリや、うわぁ、でかい、うわぁ、痛い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 、マジで痛かった、さっきさ、ポンって捕まえた時にさ、思いっきり足のトゲ刺さって痛かった、マジっすか、そんな硬いんだこいつ、そう、硬いの、チクチクして、チクチクボンバーだよ、ブリブリ、これ食ったら食い応えあるんだろうな、なあ、美味しいのかな、あー、どうなんだろう、あんま食いたくねえなまたおった、速攻に落ちとった、おい、よし、生きとる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 、ブリブリ、うーわうわー、やばい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 、いたけど、これはこれは幼虫かな、虫赤ちゃんでちゅね、 でかいっすね、これでもおった、こんなブリブリの巨幼虫が、幼虫だ、うわあ、危ない危ない危ない、ほらほら、危ない危ない危ない、この顔つきは八重山マダラゴキブリだね、うわごついな、結構おるやん、いますね、めちゃめちゃいますね、この辺、雨降ったから出たってのもあるのかな、サソリモドキがいました、おちっちゃいね、この子も、ちっちゃい、匂い出しません、なんでなんだろう、冬眠モードなんじゃないのかな、時期的なもんなんかな、時期的なもんなんじゃない、だって誰一匹として出さへんよ、へえ、食ったらこれ酸っぱいんかな、これはでかい、でかブリ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 、うわっ、あっ、ちょっと、よし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 、捕まえた捕まえた捕まえた、ブリブリ、うわでっかいでかっ、うわ、よし、こいつも確保だ、うぅ、
はーい、ヘビ捕まえました。あーよっしゃー、うっこつけられた。最悪や、もう、きたねー。うっさそう。うっさい。これは臭い。いやー、臭い。うわ。この子はちょっと細いな。細いな。ちっちゃいですね。さっき捕まえた子よりも細いな。あ、じゃあちょっと噛まれた、噛まれた、噛まれた。痛い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 。離して離して離して。うわ、臭そう。うわ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 。白くなってる。うんこつけられて。うわ、さっきシママダラいました。もうこれ以上つけんといて、本当に。なすりつけて。臭いから、こすりつけんといて。うわ、くそ、最悪。臭い。蛇いっぱいいますね。さっき雨降ってさ、湿度が上がったから出てきたんやわ。うん、まだちょっと細いね、この子は。よし、逃がしてやろう、こいつは。はい。はい、ごめんね。もう許してくれ、もう。うんこまでつけんでええやろが、お前。ほんとにもう。ほら。ほら。もうまとわりつくな。変、うんこなすりつけるだもん。ほら。あっち行け。ほら。あ、なんかね、毒ありそうな見た目してますけど、これ毒ないんでね。うん、確かに。これは噛まれても大丈夫なやつ。あんまでっかい牙もないですもんね。そうそう。まあ、噛まれんに越したことはないけど、お、そこに逃げるか。あ、そこの上を通ってる。そこスルーしたの。お、ヒガエル、またいました。今度はちっちゃいよ、まあ。危ない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 。ほらほらほら。逃げてる。かわいい、まだ。かわいいな。かわいいね。細い。うん、ムカデの死骸が。あ、死んだムカデの死骸がありますが。これはもう、どうしたんやろ。うん、干からびて死んでいるようです。またいましたね、八重山マダラゴキブリ。よしよし、よし、あ、こいつ分厚い。おお、ブリ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 、これ、あ、でかいでかい、すごい、ここお玉だらけ、ほら、うわー、でかい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 、お玉だらけ、お玉だらけですよ、皆さん。ほら、お玉がいっぱいいる。違う種類も混じってんのか、うん、なんか大小種類か混じってそう。またいますね、さっきシママダラが。あ、いた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 、ほらほら、そこにいますね。ここに隠れちゃったけど。滝島マダラちゃん。あれ、危ない危ない危ない、木材から触りたくない。でっか、なんか食っとんじゃない、こいつ。あ、今なんか食ってるか。ほら。あ、ほんとだ。あ、クモか。クモ食っとったよ。やば。あ、臭い、こいつは臭い。がっつり臭い。ちゃんと臭いやつやった。直に嗅いでやばかった。うわぁ。よし、じゃあこいつは持って帰ろう。よっしゃ。これレンタカーのタイヤの下に潜り込んでました。まさかこんなところに。ブリッブリ。うわぁ。やばいよ、これ。まだら模様ですね、ちゃんと。そう、ブリブリ。うわよし、こいつも観光だ。よっしゃ、よっしゃ。そのタッパ重そうも。さっき遭遇したおひきちゃんが速攻に落ちてます。出られるんかな、お前。お前出られるんか、おい。ちゃんと出られるか？出られるんか、こいつ。マジで。救ってあげますか。救ってやるか、しゃあない。もうすでやけど。ほら。仏の。来い来い、やったか、お前。ほんとに。どこにメンターつけて歩いとるんや、お前。だけよ、ほんとね、まあ、こんなとこ落ちたらお前上がれへんぞ。さすがに無理やろ。君無理でしょ、多分上がれないでしょ、あんた体重いもんね。ねえ、着替えるってジャンプ力ないからね。ああ、七節。あ、マジっすか。あ、ほんとだ、枝。七節。うわ、よしよし、枝じゃん、これもう。よし、その辺に話しといたるか。ここに、ほら、あっち行けよ、お前。ほら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 、ジャンプ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 、ヘイヘイヘイ、ジャンプジャンプジャンプ。そんなんじゃ絶対出らなかっただろう。あかんな、こいつ。バイは外しといたるわ。またおったの？これ出らんなくなってるっしょ。ああ。しかもでかい、こっちの方がさっきより。おー、お前。何ハマっとんや、こら。おい、出られるんか。あ、これ無理そうやな。あー、出らんないな。わし、わかったわかったわかった。助けた、助けた。わしが助けたろ。ほら、おい、おい。ほら、ほら、ほら。よしよしよし。じゃあ、こっち逃がしといたるか、お前。お前、気ぃつけよ、お前。こんなとこハマったら、お前、出られへんやろが、お前。出られんのにハマるな。ちょっともうこの辺におれ。ほら。あ、とんでもないな。ボテ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 でろーって、ういういういドラ焼きみたいな。ドラ焼きみたいけど猛毒やからが食べられません。あ、救ってやったぜ。救ってあげました。はい、あ、優しい優しい仏。ちっちゃいヒキガエル。ちっちゃい大ヒキガエルですね。あー、ちっちゃい。かわいいな、手のひらサイズやわ。かわいいね、これは。うん、え、ちょっと、あ、俊敏だな、やっぱ体が重くてんだから。ちっちゃいやつ俊敏やな、軽いね。危ない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 。逃げてった逃げてた。かわいいわ。またおひきがえるおったわ。いた、こいつもちっちゃい。ちっちゃめですね、この子。細いな。ちょっと痩せとるな。うん、ほら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 、あー、毒出んのか、ちょっと絞ってみるか。イボイボしてる。あー、でも毒性細いな。あ、出た出た。出る出る出る、結構出る。ピッ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 。じゃあこっちも。あー、出た出た。わー、いっぱい出る。結構出るわ。結構出る出る。ピッピッ。結構出ますわ。結構ピュッピュしますね。よしよしよし、来日ね、毒出せて。めっちゃ嫌そうな顔してる。ごめんね、ごめんね。毒出すとみんなこんな顔するのね。グロッキーになるんやな。あんま良くないのかもしれんな、毒脂肪の。ごめんね。疲れるんかな。バイバイ。なんか、青ガエルがおるね。葉っぱかと思った。何か。
すごい綺麗やな。綺麗な緑ですね。何青ガエルかな。ちょっと離島のカエルは怖いんでね、触らないようにしますけれど。何してるの君は、こんなところで。卵を産みに来たのかな、そこに。あ、ここに。あ、オタマジャクシもいっぱいいる。また青ガエルおった。なんだこれ。でっかでかい、こいつはでかい。でっかマジででかい。クソでかいぞ。何この青ガエル。質感がいい、なんか。でかい。クソでかいぞ、こいつ。太いし。すごい。太くないっすか？太いなぁ。なんで道路の真ん中出てきとんのこいつ。危ないぞお前、引かれるぞ。気づかないからこんな。そう、こんな枝やからだ。七節もどきだよ、うん、七節もどきだな。あ、前足が一歩ないっすね。欠けとるな、左前足が欠けているようです。こいつを救ってやるか。救うか。救うか、こんなとこったら引かれるからだ。よし、はい、うい、よっしゃ、よっしゃ、ほら、いけいけ、よし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 、よーしよし、もう道路降りてくんだよ。気をつけよ。気をつけよ。はい、また救いました。あっぶねー、引くとこやったわ。サクシママダラの子供、これ超ちっちゃい。あぶねー、車ここだから。赤ちゃんじゃん、びっくりした。なんか動いとったからさ、急いで止まった。よかった、そんでなくて。よかった、よかった。おい、よし、よし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 。ちっちゃいっすね。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、この子。ほら、おいで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 。ちっちゃくても臭いのかな。また手が、また手が、もういいよ。もうさっき匂いつけられたからさ。あ、もういいわ。一匹も二匹も変わらんわ。ほらほら、かわいい、これ。あ、かわいい、かわいい。ほら、ちっちゃくて、ちっちゃい、ちっちゃい。ほら、赤ちゃん、ヨーダですね。赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃん。よしよしよし、赤ちゃん、よかった、悲観で。いや、本当に危ないからね、赤ちゃん。危ないから、本当に。車から30センチぐらいだった。こう横断しようとしたのか。こっち行きたかったのかな、赤ちゃん。じゃあ渡してあるから、もう。はい。もう車来たら、車来たらね、止まらなダメよ。本当に、赤ちゃん。次から気をつけなさい。赤ちゃんから優しく逃がしてあげるけど、これ大人やったら怒鳴りつけるところやで、マジで。ほら、行きなさい。ほら。ほら。はい、バイバイ。バイバイ。じゃあね。あー、逃げていきますね。よしよしよし。かわいいな、ちっちゃいと。本当にちっちゃいな。子供でもマジでくせえわ。うっせえ、これ。今、車窓開けて走っとるもん。これ、窓開けんとさ、臭ってしょうがない。マジでえぐい。臭い、臭い。臭い。ほら、うぅ。うわぁ、臭い、臭い。やばいやばい。早く宿帰って手洗いたいわ。あー、まあ、ハンドルも臭くなりそうだわ。今、車内めちゃくちゃ臭いもん。もう、とんでもないな。明日、レンタカー屋に怒られるかもしれんね。車内じゃん、ヘビが臭いんやから。あー。エビが、あいつらが全部悪いんだわ。宿に戻ってきました。めちゃくちゃ手が臭かったんで、すぐに手洗って、それでね、結構汗をかきましたので、今シャワー浴びました。今回動けるのは実質一晩だけだったんですけれども、濃密な一晩になりましたね。疲れましたけども、心地よい疲れです。多分ね、今日気持ちよく眠れるんじゃないかな。もう夜中の3時過ぎちゃってます。もう遅いんでね、髪乾かしたらすぐに寝ます。おやすみなさい。おはようございます。いい朝ですね。見てください、この景色。海が見えてますよ。目的のゴキブリ取れたんで、もう今日は海に行きましょう。海はいいですよ。すげえ、絶景や。俺たちの海。俺たちの青い海だ。ゴリラの横顔に見える。まあ確かにゴリラの横顔っぽいだ。なんか類人猿の横顔って感じやな。そう、ゴリラ岩と。ゴリラ岩と名付けようか。はい、ゴリラ岩までやってきました。近くで見るとこんな感じなんですね。風が強い。すごい景色だわ。あー、もうこっから断崖絶壁だ。危ない。まあまあ、うわー、アップだ。怖っ。ここ落ちたら死ぬわ。こっちは風裏になってて、ちょっと風弱めですね。あそこに潮だまりができてますね。あそこにはね、なんかとんでもない化け物が潜んでそうな気がしますね。あの上がゴリラ岩のてっぺんですね。ゴリラ岩のてっぺんまでやってきました。めっちゃ風が強いです。でもすごいね、皆さん、これが世界ですよ。これがワールドだ。いいよな、石垣。やっぱりなんか癒されるわ。石垣もなかなか危ないからな。ちょっと昨日は危なかったな。危なかったですよ。いろいろドラマがありましたからね。トラブル多めやで。去年の秋もひどい目にあったけど。あ、台風で。そうそう、いろいろひどかったから。まあ今となって笑い話さ。今回もまあ笑い話や。ハブに噛まれて死にそうになるし、あ、オウムカデに噛まれかけてやばいことになるし、あ、耳長石垣トラに目つけられるし、あれ危なかった。あれが一番危なかったわ。オウヒキガエルに毒液飛ばされるしさ、ピュッピュッピュッって、ピュッピュされるし、マジでやばいよ。やばいよ。一晩で起こる出来事じゃないですよ。トラブルも含めて旅の醍醐味ですからね。皆さん楽しまなきゃダメですよ。結局大事にならんかったらただ笑い話やから。石垣島は危険がいっぱいなんで、皆さんも気をつけてくださいね。まあスリルがあっていいっちゃいいんですけども。イノシシもいるし、野犬もいるし、耳長石垣トラもおるし。そう、
もハブもおるし、猛毒ヒガエルもおるし、そう、ピュッピュされちゃった。あれ目に入ったら失明やからな、うん、危ないよ、マジで。勢いすごいわ、毒が出る。ピューって出たじゃん、うん、ピュピュピュって。あ、フロントガラスになんかカメムシおる。あ、あ、ほんとだ。フロントガラス、カメムシ向こう側にカメムシがついとる。丸カメムシっぽいな。昨日の夜ここでちょっといろいろな生物探したんですけど、なんか毛虫が大量発生してる木があったんですよね。どこやったかな、 こっち側これやった気がする。 あ、食われとるもん。これ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 、ボロボロに食べられてるんで葉っぱが。でも毛虫おらへんやん、全然毛虫おらへんで。どこ行ったん。昨日めっちゃ張ってたんすけどね。そう、ここ上の方に逃げたんか、どっかに潜んどるのか。根元ガサってみるか。夜行性で昼間はどっかに隠れとったりとかいう可能性があるからね。こういう根元に潜んどるんじゃないかな。根元に隠れてないかしら。ここが餌の木やから、餌の木から離れるとは思えんのやけどな。あ、おった、おった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 、ほら毛虫、ほらこいつや、こいつこいつこいつ、葉っぱについとる。やっぱ根元に潜んでたんですね。あ、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 葉っぱの中におった。ほら色違いのが。ほんとだ、これ葉っぱかな、葉っぱに潜んどんのかな。あ、ほらほら、おった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 、3匹ぐらいおる、固まって。あ、5匹おる。すごすごい、5匹もおるやん。巻いた葉っぱに隠れとるのかな。巻いた葉っぱがいいんじゃない。ほら、うわ、いっぱいおった。うわー、やばい。根元のね、こういうくるんって巻いた葉っぱになんか毛虫が隠れてます。ほらほら、おったね、いましたね。あー、ほらここにもついとる。ブリブリ、あー、すごいいっぱいおる、ここ。やば、ブリブリですよ。ほら、危ない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 。何の幼虫やろ。とりあえず触ってかぶれないんで、おそらく毒はないと思います。うわー、でかでかい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 、毛虫がいた、でかい毛虫がでかい、なんだこれこれは、これはアマビコヤスデだ。こいつ特大やな、このアマビコヤスデ。どうもこの子たちは夜行性みたいですね。昼間は木の根元の落ち葉の下に隠れていて、それが夜になるとわさわさわさと出てくるんでしょう。昼間はね、敵がいっぱいいますから、ね、鳥さんとかいますから、鳥とか木登りトカゲがいますから、鳥や木登りトカゲに捕食されにくい夜を狙って木の上に登ってきてね、結構この幹張ってたんですよ。木の上、幹登ってって、で、葉っぱをもしゃもしゃ食べてるというわけですな。なんと毛虫も賢く生きとるんよ。うえぇ大量にいました。もうキリないもんね。もう、握るそばからさ、やば、握ってくるから、ほら。うわわわわわ、毛虫だらけ。やば、すごいな、何の幼虫やろ。これなんすかね。オレンジ超毒々しいな。本当に、これ個体変異なんすかね。多分ね、みんな同じ種類じゃない。いや、確かにいましたもんね、夜。夜いっぱいおったもんな。そう。これ下にいるんだ。元いたところに逃がしてあげました。もうね、みんな元気が良すぎて手の上に登ってくるんでね、大変でしたよ、みんな。わ、すごい、めっちゃ綺麗なビーチ。あ、白白、ほら白、うわ白で眩しいもんね。あー、ほら水が綺麗、すごい澄んどるもん。サンゴの破片が漂着してますね。これはエモいわ。どうですか皆さん、こう景色やばくないですか。このカビラ湾の景色めっちゃ綺麗なんやけど、海が、岩が波に削られてちょっとくびれてますね。岩の穴の中になんか蛇がいますよ。なんだあれ、岩崎モンベニヘビ、それとも海蛇の仲間かな。サキシママダラとはちょっと顔つきが違いますね。ハブでもないですし、スジオでもないんで、多分海蛇の仲間かな。多分おそらくね、海蛇の仲間だと思います。海蛇なんすか。うん、潮満ちた時にさ、泳いどってここまで来てさ、それで穴の中に隠れたけども潮が引いちゃって戻れんくなったんじゃない。あ、ちなみに海蛇はね、毒があるんで、まあ、手出さない方がいいでしょうね。海蛇、コブラに近い仲間なんでね、もちろん毒を持ってます。非常に危険ですからね、うん、ほら、そこの穴の中に、ね、潜んでたんですよ、とんでもない生き物が。はい、またいました、海蛇ですね、これも。やばい、やっぱ海蛇か、これ太いね、ぶっと、ぶりっぷりや、あれ。とまたいました。ほんとだ、海蛇ほら、トグロ巻いてます。さっきのやつよりは細いけども、細いけど、まあでもブリブリやな。ブリブリ、模様がはっきりしてて綺麗っすね。そうやな、ちょっとさっきのと種類違うかもね。あ、頭あそこか、あれが頭ですね。頭だ。あ、ちょっとびっくりさせちゃったかな、ごめんね。なんかカメムシの幼虫がいますね、すごい毒々しい。今回濃かったね。濃かったよ。濃いは1泊2日やけど、めっちゃ濃厚やった。あ、今回ヘビ界だな、ヘビ9匹おったもんな。カエルもいたから、うん、ヘビブロック界です両生類と爬虫類がやばいやん。そうそう、
ブリブリ見られるとは思わなかった。ブリヘビな、思わぬ収穫やったな、うん、今回かなり危険生物やったけども、うん、無事に帰れそうだよ。すげえ、めっちゃエモいな、ここ茂みの中から綺麗な海が覗いてますよ、皆さん綺麗ですね。クジャクがおるな、そこに。ゆっくり行くか。クジャクがいるんですよ、皆さん、そこに。ほら、動いとるっしょ、なんか。ほら、クジャク、クジャク。クジャクおる、ほら。火の鳥みたいなんかおる。ほら、クジャク、クジャク、クジャク。あー、逃げた、逃げた、逃げた。クジャクおったわ、みんな。クジャクだ。危険生物おった。巨大クジャク。外来種。あそこ、あそこ、あそこ。やばい、やばい、やばい。おる、おる、おる、まだおる。まだおる。あー、逃げるかな、逃げるかな、クジャク。おったね。おったよ。クジャクおったみたい。やばい。これが外来種でね、入ってきてるんだよ、石垣島。石垣島ではクジャクが野生化してるんですよ。野生化。やばい。やば、怖いよ。でかかった。でかかった。化け物やったな。うん、5メーターぐらいあったな。うん、人の身長は優に超えてましたね。危ないです、あれ。ちょっと。本物の5倍ぐらいあった。10メートルぐらいか、そしたら。やばすぎ。とんでもないでかさだったな。怖っ。怖っ。生身であったら襲われてましたよ、多分蹴り入れられて。そうやな、うん、あれはやっぱつつかれたら死ぬからね、みんな。そうだよ、クジャクは危ないんでね、結構凶暴なんで気をつけてください、本当に。石垣島怖えわ。怖いな、ちょ、危険生物ばっかじゃん。いろんなのがいるからね。あー、やばいやばい、危ない。また危険生物に出会ってしまった。あー、濃いな、今回。濃いよ。危険生物がやばいな。もういいぞ、もう何も出てこんでいいよ。いいよ、出てくんなよ。もう勘弁してよ、本当。もう許してよ、マジで。本当に、もう帰るから、そろそろ。うん、もう帰るけん、そろそろ。許して。許してくれよ、本当に、もう。クジャクでかかったわ。でかかったな、やばかったな、あれ。怖えわ。あれは立派なオスのクジャクですね。綺麗でしたね。危ない危ない危ない。石垣島、危険がいっぱいなんでね、皆さんも気をつけてください、本当に。のどかですね。のどかだなぁ。あー、いいなぁ、この景色。ゆるいなぁ。ゆるいよ。見てください、こののどかな景色、いいですよね。ドライブが楽しいですね。ドライブが楽しいなぁ、うん。空港に向かってます。空港に今ね、走っていってます。最後にあの歌歌うか。ハム太郎、ハム太郎。ブルル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 タタラタタラタタ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 タレタカー返しに来たら、レンタカー屋さんの建物になんかカマキリ止まってました。なんだこれ。ふう。ああ、コカマキリの仲間だな。ちょっとこれは確保しよう。ラストインセクトはカマキリでした。空港まで戻ってきました。今回弾丸ツアーでしたけども、だいぶ充実してましたね。やばかったな、今回。濃密なとこ使って。最後に。いろんな危険生物に出会いましたね。あのオオジャコも危険生物なんですけども、オオジャコにも劣らぬ危険生物がね、たくさんいました。ナンクルナイサとか書いてあるけど、全然ナンクルなくないから。ナンクルなくねえよ。全然ナンクルなくないから。ナンクルなくねえよ。めっちゃ危なかったんやから。死ぬかと思ったが、いろいろ何回も死にそうになった今回。まあでも結局ね、ナンクルなかったですね。まあ結果的にね、結果的にはナンクルなかったね。ナンクルなかった。ナンクルナイサやな。じゃあ帰るか。帰りますか。ご飯食べて帰りましょう。はい、楽しかったね。さらば。さらば、また来るぜ。帰ってきたね。お疲れ様です。お疲れ様。疲れたわ。弾丸ツアーやからな、ね、眠たくてしょうがなかった。夜だいぶ動きましたからね。3時ぐらい、2時半ぐらいまで動いてたんで、実は眠くなりますよ。だいぶ濃厚な一晩やもん。本当に濃厚な一晩でしたね。面
共に過ごしてしまいましたね。濃厚な一晩を。気持ち悪いよ。楽しかったね。石垣はいいね。楽しかったっすわ。島はいいよ、島は。めちゃくちゃいい。空気感がいいわ。石垣はええとこだでね。本当に楽しかった。また来年行くわ、石垣は。ねえ、またいつか行きましょう。行こう、来年。バケモン取りに行くぞ。あ、しゃ。よし、電車乗って帰ろうか。はい、じゃあお疲れ様でした。